ということで本日は先ほど予告編にも登場しましたあのお二人にお越しいただきました。歌手そして女優として常に一線で活躍、元セーラームーンを演じる小泉今日子さん、そして今最も注目を集める実力派俳優、元お坊ちゃまくん満島真之介さんです。改めてご紹介します。新シリーズの CM にご出演、小泉今日子さん、そして満島真之介さんです。まずは会場の皆様にご挨拶をお願いします。小泉さん、お願いします。はい、こんにちは、小泉今日子です。今日はものすごいカメラの数でどうしたらいいのか分かりませんけれども、新しいプロジェクトに参加させていただくことになりました。とても楽しい撮影でした。皆さんにも、テレビの前の皆さんにも興味を持っていただけるようなコマーシャルができたと思うので、ぜひお楽しみにしてください。満島さん、お願いいたします。こんにちははっていうスタートからですね、こういう空気になるのは分かってたんですけども、頑張ってやってみました。満島真之介と申します。なかなかこういう格好で人前に出ることもないですし、まさかこのお坊ちゃまくんを下ネタなしで CM にするというのはどういうことなんだろうと、ずっとドキドキワクワクしながら撮影に臨んでました。まあ素晴らしい先輩方と一緒にここにいられることが僕は光栄に思ってますし、これから子どもたちがまたお坊ちゃまくん のダジャレというものが街にあふれていくような素敵な CM になっていけばいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、一言ずつ伺ってまいりましょう。さらにまず小泉さん、元セーラームーンを演じてみていかがだったでしょうか。そうですね、セーラームーンが流行った頃というのは私はもう結構大人になっていてその時には見たことがなかったんですが、ちょうど私の姪たちが夢中になった世代でして、よくクリスマスだとかお誕生日にセーラームーン のグッズを買いに行ったことを覚えているんですが、まさか私がこの何等身ですかね、全然違くて嫌になっちゃうんですけれども、セーラームーンもなんで人間だったっていう感じで演じました。はい、こちらは12、3等身ぐらいありますよね。そうですね、綺麗ですね。はい、このコスチュームを実際に着られたわけですじゃないんです。このコスチューム、これがちょっとこのブルーと白と赤っていうのを、イメージを残して、もう今は、はい、すっかり穏やかな、元セーラームーンですかね。元セーラームーンですから、セーラームーンも年を取ったんです。いやでも思い切ってこう変身してみたいなというところはなかったですか。したいですよ。はい、これがあったら、本当にこのなんていうんですか、なんていうんだろう、セーラームーンのくせに何か変身する棒があったら本当にこのくらいの頃に戻りたいですね。もともと昔から大和なでしこは七変化をすると言いますからね。そうですね、はい、ありがとうございます。月に関係したといえば歌の中では月ひとしずくですかね。そうなりますか。そうです、はい、ありがとうございます。私もファンでございました。ありがとうございます。そして満島さん、このお坊ちゃまくんを演じられて、いかがだったでしょうか。いや、今これができる若手俳優というか、なかなかこうリスクを背負って立つのは僕しかいないなって正直思いました。撮影も僕だけかな、他の方々と誰ともお会いできずに部屋の中で一人ギャグをするというかなり罰ゲーム的なギリギリの状態だったんですけど、まあお坊ちゃまくんも僕の世代よりもちょっと上のちょうど一番怖い先輩方というか、一番こう近い先輩方がハマっていた時代だったりするので、結構こうプレッシャーはあったりするんですけど、まあそのままの素の状態が結構近いんで、大切なとこだけ出して下ネタだけやんないように気をつけながら CM 思いっきりやっていきたいなと
思ってますし、はい、まあ何も別にそんなメイクも僕やってないんですけど、なんか似てるので似てますね、はい、いいと思いますよろしくお願いします、実際に確か三島さん4人兄弟でいらっしゃいました、ね、はい4人です、上から2人目でいらっしゃいましたね、はい、ご自分のお坊ちゃまの頃と比べてどうですか、こんな感じでした、ですね、まあこんな感じではないですけど、はい、まあでも明るく元気に過ごしてましたし、はい、で僕の設定というかまた面白くて、うん、お坊ちゃまくんはこの大金持ちだったんですけど、はい、今は貧乏な元お坊ちゃまくんなんです、実はなので、CM を見ていただく方は分かると思いますが、はい、どうにかこのダジャレでまた一世を風靡しようと奮闘してますので、はい、それは結構心強くなるんですよ、撮影中誰も同時録音なんで誰も笑ってくれないんですなのでもうほんと冷や汗かきながら、亀が横にいるんですけど本物のそれを横に思いっきり頑張ってましたとなるとあれですか、下ネタは封印なんですか、わからないです、これからどうなっていくかは、これからの展開ですね、ここに携帯を置くのか、はい、なんかいろいろやり方はあると思うんですけど、わかりました、はい、はい